言ってんの？おぼし飯？はい、こんにちは。道にあるちょっと古いもののパパゲーノです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はね、富里市にやってきています。まあ、富里といってもね、千葉にお住まいじゃない方はね、全然イメージないと思うんですけどね。まあ、成田空港で有名な成田市に隣接している、それからまあ比較的工場の誘致に成功してるのかな。他に富里で有名なものといったらね、スイカなんですよ。富里の人なんかね、マラソンやるときにね、水分をスイカで取るんですよ。本当の話。ところでこの富里は巨大スイカで有名なんですよ。皆さん大きなスイカって言ったらどれぐらいをイメージします？例えばこんぐらい。富里の巨大スイカ、そんなもんじゃないんです。なんと直径34メートル、4階建ての学校2つ分ですよね。ということでこれから早速ね、その富里の巨大スイカに向かいたいと思います。どうぞよろしくお願いします。さて、工業団地はここで終了ですね。で、昔ならではの農村、これ里芋畑ですね。この隣の八街市がね、里芋で結構有名なんですよ。なんか飛んでますね、うるさいな。あっちがね、多分成田空港方面なんですよね。あ、いきなり見えた。ちょっと待った、いや、いきなりネタバレしちゃいましたけどね。あれが今回紹介しようという巨大スイカです。あれガスタンクなんですよ。20年ほど前に建設されたのかな。ところがね、これがね、つい最近ニュースで報道されたんですけどね、解体されることになったらしいんですよね。もう2年ぐらい前から使われていなかったらしいんですよ。来月、2020年の10月にはもう解体作業入るってことなんでね、今のうちにあの姿を記録に留めておこうと思いまして、今日はやってきたわけです。じゃあ、まあ向かいましょう。さっきの工業団地はあちらね。で、あそこに今見えてますけど、あそこがちょっと T 字路になってるんですけど、そこ右に進んでいけばタンクの方に行けるはずなんですよ。だけどね、ちょっとね、先に左に行ってあちらの方にね、寄り道してきます。この山全体がだと思うんですけど、あの中沢城っていうね、中世の城郭跡なんですよ。家を出てくる前に軽く調べていたんですけど、もうちょっと調べようと思っていて忘れてそのまま出てきてしまったんですよ。行き当たりばったりになるんだけど、まあ行き当たりばったりはいつものことなんでね、行ってみようと思います。橋だ。知らない人も多いかもしれないけど、道にあるちょっと古いものというのは橋も扱ってるんですよ。昭和37年10月竣工かな、こっち側に川の名前が書いてあるはず。川じゃない、橋の名前が矢崎橋か。この川は何だろうな、巡洋河川かなんかかもしれないんだけど、多分これ鹿島川に合流して、その先印旛沼の方に流れ出るんだと思います。まあ印旛沼ってことは利根川水系になるはずなんですけどね。で、こっち名前か、矢崎橋。橋のこのハの字はね、本当は濁点つけないのがルールなんですよ。あ、川の水ってのは濁りを嫌うからって、そういう理由があるんですけどね。こっち川の名前があればいいと思ったんだけど、載ってないですね。37年10月竣工。あんな感じね。いや、このね、昭和30年代の橋ってね、結構味わいがあってね、いいもんなんですよ。前も一回こういう橋扱った動画作ったんだけど、全然回んなかったな。まあいいや、先行きましょう。あ、こっちなんだけど、ダートだな。あ、さっき言った通りね、ガスタンクは後回しにして、先中沢城市を攻めます。城攻め。この山全体が一応中沢城市のはず、おっと、なんですよ。そうそう、あそこが入り口なんだよね。入り口っていうか、もう一つ入り口あるみたいなんですけど、こっから入るんだろうね。中沢城市、そうだね、ちょっとここから入るか。ちょっと
ああでも入っていけそうにはなってるんだけどさ、こっち側からもね行けるらしいんですよ。ちょっともう一回この東側の入り口があるみたいなんで、ちょっとそっち側に回ってみましょう。ここかな。ちょっとここ行ってみます。なんかここも違うな、犬吠えてるよ。今度こそここでいいと思うんだけど、まあいや気にせず行きましょう。よっしゃ。なんださっきの犬別に自分家じゃなくても吠えるじゃねえかよ。てかさすがに今度はこれは東に来すぎたような気がする。おかしいな。まあさ、ここら辺無理やり中突っ込んでっちゃえば多分あるんだろうけど、どうしようかな。やっぱりね、真夏のヤブは、真夏じゃないけどさ、もう9月だけどさ、今日は涼しかったからさ、まあなんか出てきたんですよ。 2,3 日前までね、今日予報が雨だったんで出かけるつもりなかったんですけどね。だけどなんだかんだ天気持つかなと思って出てきたんですけど、結局持たなかった。どこに抜けるんだ。ちょっと地図出せばいいんだけどさ、両手が埋まってるんで出すのがめんどくさい。というかあれ、タンクがいいアングルで出てきちゃったよ。ってことはこれは何、あれかな、中沢城を諦めてタンク見て帰れっていう、そういう天のおぼし召し。超自然的なこと全く信じてないんですけど、まあなんていうのかな、こういうタイミングならそれを尊重しましょうという感じで、この雰囲気多分このままタンクのところに出られそうだよな。ということでタンクを見ていくことにします。中沢城はまた今度だね。まあそのまた今度っていうのはいつなんだかさっぱりわかんないですけどね。多分ここの隙からタンクの方に抜けられるでしょう、きっと。ほら抜けられる抜けられる。なんかチャリが捕まったぞ。よし。よいしょ、出てきました。ちょっときつかった。今東京ガスの、富里供給所ってなってますけどね、これさっき確か言ったと思いますけど、これもともとは千葉ガスって会社だったんですよね。これが何でだっけかな、結構最近東京ガスに合併されたみたいで、まあここまでですね。でまあ、改めて言いますとね、高さは37メートルあるらしいんですよね。このスイカ本体、スイカじゃないや、タンク本体の直径が34メートル。いやー、あんなところちょっと登ってみたいよね。ってか、登ってみたいんだけど、登るともう怖くて震えんだよね。手すりあるから大丈夫だな。この手すりがあるとね、急にへっちゃらになってくる。いや、そんな、いや、でもあそこまで行ったら怖いかもしんないな。この土台がもしも外れたらどうなるんだろうとかってね、絶対想像しちゃうんですよね。ということで、東京ガスの偉い人、もし見ていらっしゃったらどうか取材させてください。見てるわけないか。ということでね、今回は富里市の巨大スイカこと、ガスタンク、スイカタンクをね紹介しました。いかがだったでしょうかね。まあ10月にね解体されちゃうみたいなんですけどね。まあね、もしもね興味がある方いらっしゃいましたらね、それまでにまた来て見てみらっしゃるのもいかがでしょうかね。ということで今回もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。てかね、さっきチャリを引きずって歩いてたところに戻ってきたんですけどね、ここが一番よく見える。あれ、お寺かな？
神社が2つも隣接してるけど、あ、でもこれ別の集落か。まあじゃあせっかくなんでね、神社2つ巡ってきましょうかね。神社はね、前はどっかで言ってると思うんだけど、とんでもないお宝が眠ってる時がありますからね。あ、お宝ってね、あの地下壕とかね、そういうことね。まあでもさすがにね、ここら辺に地下壕があるって話は僕は聞いたことがないんで、ないとは思うんですけどね。あったあった、神社。こういうところでチャリパクられたことがあるんでね、ちょっと一瞬どうしようかなって思ったんだけど、さすがに大丈夫だよね。これ何？知ってる方いたら教えてください。すぐに社殿が見えるから、まあチャリは大丈夫でしょう。妙見神社で、この裏にポコッとポコッとな、ない、この裏山にポコッとな、わからない、いや、まあさすがにないよな。さて、じゃあ次は田んぼを隔てた向こう側の集落の神社行ってみますかね。こういう橋はそんなに興味ねえんだよな。あ、いい感じのお地蔵さんがいる。こんにちは。トゲ抜き地蔵尊、ぽっくり地蔵尊、妙見橋だそうですね。あ、さっきあそこが妙見神社だったもんね。お地蔵さんもマスク持ってるし。あったあった、ここかな、あれじゃない。ここはさすがに戦績ないね。ってか、そもそも山さえないからね、地下壕掘れない。あれ、慰霊碑、何の慰霊碑だろう。あ、戦病死、あ、これ戦死者の慰霊碑ですね。海軍はね、そうですね、やっぱり乗ってた船沈んじゃったんでしょうね。戦死が多いよね。で、陸軍は戦病死が多いのかな。あ、こっち側に鳥居がありましたね。あ、そういうことか。何神社、暗くて読めない。まあ穴はないだろうけど、他になんか面白いもんないかな。あ、なんか石碑があるけど、もうなんか暗くてよく分かんなくなっちゃったな。これはあれでしょう。あ、やっぱりそうだ、羽黒山合山、それから、なんて言ったっけ、これ、湯殿山でいいのかな。参拝記念ね。これ、うん、よくあるやつですよね。これ何？天保15年？なんだろうこれ、職業。わかんないな。これはなんだろう。これ、伊勢講じゃない？伊勢神宮ほにゃほにゃ記念碑。いつなんだろう、甲本。伊勢神宮詣とかがさ、まあ一生に一度のなんていうのかな、大イベントだったような時代の話ですよね。アマテラス大神だけど、これ欠けてるよ。ここら辺もだいぶ欠けちゃってるね。まあでもこれで一通り見て回ったかな。よし、ということでそろそろ戻ろうと思います。あ、スイカが見えた見えた、最後にスイカが見えました、また。ということでした。それではまた。